人は俺をナンバーズハンターと呼ぶ。読みません。はい、というわけで本日天井海斗さん実装。これはね、もう全デュエリスト、全ゼアル界の、ね、デュエリストが待ち望んだ史上最強キャラクターと言ってもいいでしょう。天井海斗さん、本日は天井海斗さんのキャラクター格付けを恒例行事となっていますのでやっていきたいと思います。いやー、かっこいい。ちょ、髪型だけちょっとマヨネーズみたいな感じなんで、キューピーちゃんみたいな感じの髪型なんで、ちょっと髪型だけちょっと若干ダサいっていうのはあるんですけども、あのね、とにかくですね、このキャラクターはまあ人気のキャラクターでして、ゼアルではね、ナンバーズハンターと、呼ばれているって自分で言ってるんですけど、マジで呼んでる人見たことないです。はい。で、同じくナンバーズを集めるユーマの前に圧倒的な実力で立ち塞がったと。アストラルのことはお互いにライバルと認めており、ユーマにとって、超えるべき壁として、意識されていると。エスモンスターはギャラクシーアイズフォトンドラゴンとなっております。で、まあ、ユーマくんのことは本当ただのバカだと思ってるんで、この人、あの、そういう中で人を見下した態度みたいなのも俺めっちゃ好きなんですけど、ちょっと一回ね、そのレベル報酬とかスキルをちょっとやる前にですね、このキャラクターがどういうまあキャラクターなのかっていうのを評価していきたいんですけども、まずですね、プレイング星5、プレイング星5です。これね、デュエルの腕がね超優秀なんですよ。 KC カップ走ったら、まあおそらく間違いなく金アイコンだと思いますね。はい。作中でも様々な高等プレイングを見せつけてまして、遊戯王界でも1デュエルがうまいんじゃねと、言われていました。で、作中でもね、確かね、ほとんどのデュエルに勝ってるんですよね。で、あまりにも、あの、デュエルタクティクスがすごすぎて、若干ちょっとソリティアが長いっていうのはあるんですけど、作中のデュエリストの中では、おそらく一番最強、一番強いんじゃないかなと思います。まあ、ただし、あの、ユーマくんの、このユーマくんの最強スキル、シャイニングドローっていう、あの、チートスキルは除く。で、これキャラクターはね、これね、ちょっとね、あの、変更するときに、あの、ボイス流れるんですけど、セルフ BGM まで完備しております。神ゲーですね。コナミさんね、なんか知んないですけど、カイト君だけすげえ作り込んできてるっていう。で、やっぱボイス星5かっこいいっすよね。僕が女の子だったらカイトさんの声聞いただけでちょっと濡れちゃうんで、本当にマジでかっこいい。で、頭脳、まあ、頭めっちゃいいんですよこいつ。あの、若干12歳にして、あのオービタル7っていう、あの、作中ではなんか、あの、出てくるなんかグライダーにもなれるなんかロボットみたいな、あの AI みたいなやつがいるんですけど、それを作ってしまうっていう、自分で12歳でめちゃくちゃ頭いいんですよ。で、オービタル7ね、なんかね、時を止める能力持ってるんですよね。なんかディオみたいな、あの、ジョジョでいうところのなんか時空停止時間能力みたいなもあってね、まあ、あの、仮面ライダーカブトでいうところのなんかクロックアップですわ。まあ、クロックアップをなんかパクったと言われております。はい。で、原理不明の、なんかね、フォトンチェンジっていうね、モードを持ってました、この人。デュエルする前に、これ今なんか、服黒いじゃないですか。なんかね、デュエルモード、フォトンチェンジっていうと、なんか、あの、左目になんか、あざってか、クマみたいなのができて、ね、あの、服が白く変わるんですよ。どういう仕様っていう、ほんと原理不明。まあ、このね、能力を持っている。まあ、ちょっと、リンクスではね、それがちょっと再現できないっていうのはあれですけど。で、ブラコンド。ブラコンドね、星10です。星10、あまりにもブラコンがひどい。登場するたびに、あの、ハルトーって叫んでますんで、この人、あの、重度のブラコンでございまして、本当、あの、弟からちょっと叫びすぎだよ兄さんって言われるってね、あ結構ネタキャラとして有名でございまして、あの、結構ハルトのことになるとすぐぶち切れちゃうんで、まあ、多分カルシウムが、足りておりません。で、このキャラクターのね、オリジナリティ星1です。オリジナリティは、あのね、エースモンスターの名前、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン、銀河目の光子竜で、攻撃名破滅のフォトンストリーム、弟思い、白い衣装、あれ、なんか、あの、私、あの、気のせいでしょうか、すごい既視感があるんですか。はい。というわけで、そんな彼を人はなんかナンバーズハンターと呼ぶんですが、呼んでるところは本当見たことありません。さあ、茶番はね、ここまでにして早速報酬を見ていきたいなと思うんですが、あのね、レベルアップ報酬星5です。星 5! めっちゃ強い、めっちゃ強いです。まあ、レベル30から見ていくんですけども、まず、ギャラクシオン。これ、あの、ギャラクシアイズフォトンドラゴンをデッキ化手札から出せるよっていう効果なんですよ。これ、デッキ化させるのめっちゃ強いんですよね、このモンスター。で、これが、合計、2枚ゲットできますんで、まあ、素晴らしい、非常に。で、これ、俺、これ、多分、この破滅のフォトンストリームっていう効果、カードか。あの、このカード、まあ、多分だけど1枚ぐらいレベルアップ報酬で
あのレベルマックスの時に1枚ぐらいかなと思ってたんですけども、これなんと3枚あるんですよ。1枚でしょ、でここに2枚でしょ、でこれ3枚っていうバチクソ強いんですよ。このカード、ギャラクシーアイスランチなモンスターが存在する場合、フィールド上のカードを1枚選択してゲームが除外する。フィールド上に銀亀の、コーシルマフォトモンドラゴンがいない場合は、自分のターンにしか発動できないんですけれども、これ破滅のフォトンストリーム速攻魔法なんですね。だからギャラクシーアイスフォトンドラゴンを、こっから出して伏せとくと、相手のターンで1枚フリーチェーンでカード除外できるんですよ。強すぎない？しかもこれ3枚攻めるんだぜ。やべえだろこれ、これやべえわ。これ環境行くんじゃねえか、ワンチャンねえかな。いやほんとそんぐらい強いと俺は思ってる。で、あとはまあちょっと微妙かな、あのカード的には。フォトンスレイヤー、まあこれ別にどうでもいいカードですね。割とまあエクシーズモンスターが存在する場合、このカードが投資召喚できるよっていうレベル5のモンスターですね。まあ5なんで、あのギャラクシーソルジャーとかと一緒にね使ってランク5を立てていくっていう、まああのタクティクスはあります。で、フォトンチャージマンはレベル4で、2000になれるっていうモンスターなんで、一応こいつのギャラクシーアイズかを出すための、まあ的というかにはなるかなっていう感じですね。まあとにかくね、他のカードもまあ結構まあ正直あんまどうでもよくて、まあ、これとこれがめちゃくちゃ強いというところ、はい、これによって星5まれに見ますね。これ近年まれに見えるこんなにレベル報酬が強いも、キャラクターいなかったと思うわ。はい、素晴らしい。さあお次はね、スキルの、行きたいんですけど、スキル星5です。もう星5上げちゃう、強いんだよスキルが。まずそもそもちょっとまだ全部ね落としきれてないんですけども、レベル上昇とかリスタートとかバランスっていうこの汎用スキルはバランスがあるのがでかいよね。バランスを持ってるっていうのがすごいでかくて、この効果スキルによって、まあ、いろんなね、デッキが使いこなせるようになるんで、これでこれを落としてスキル掘りがはかどるっていうのもあるし、まあ、環境デッキいっぱい使えるんで、なので、まあ、カイト出てきたところでちょっとわかんねえなっていうのもあるし、まあ、結構ねいい感じでレベル上昇も使えると。だからシンクロ召喚とかもいきますし、まあ、割とね汎用スキル、まあ、リスタートは正直そんなに使わないかもしれないけど、まあ、このこれが最強ですね。このバランスと上昇がこれあるだけで、まあ、もう星、まあ、3から4ぐらいはあるんだけど、スキル、固有スキルね、固有スキルも結構強いんですよ。まずですね、上からやりましょうか。エクシーズキラー、ターン終了時まで自分のモンスター1体の攻撃力を相手のエクシーズ素材の数かける300アップしますよ。このスキルはデュレ中に一度しか使用できませんよっていうことで、エクシーズ環境になってくればなるほど、まあ、粉砕みたいな感じで強くなると思うんで、まあ、悪くはないですね。で、オーバーレイリムーブ、これは素材を全部墓地に送るっていうね、ランク4以下のモンスターのっていうことができるんで、まあオノマトみたいな感じで墓地に送って墓地から蘇生したいみたいな、モンスターとかには結構使いやすいかなと思います。でこれギャラクシーフォトンっていうものかな、ちょっとスキル名ちょっと読み方わかんないんですけども、これめっちゃ強いんですよ。手札からギャラクシーモンスターまたはフォトンモンスター1体をデッキに戻し、デッキからギャラクシー魔法トラップまたはフォトン魔法トラップを1枚手札に加えると。でこのスキルはデッキエクストラデッキのモンスターが光属性モンスターのみのデッキを設定して、開始したら、一度の未使用できる。これね、要するに例えば引いてしまって今いらないギャラクシーアイズフォトンドラゴンとかを戻してなんか魔法トラップを持ってこれるんですけど、これねまあちょっと新しいパックの考察の動画を見ていただいた方だと分かると思うんですけども、ギャラクシーアイズってフォトンから出していくのが結構相性良くて、結構ねサーチできたりするモンスター、バニッシャーっていうモンスターがいて、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン持ってこれたりするんですよ。でそれをフォトンとかギャラクシーの魔法トラップに変えれるんですよ。これだからこれに変えれるんですよ。これ破滅のフォトンストリームにこれに変えることができるんですよ。これすげえ強いんですよこのスキル。でちなみにギャラクシーとかフォトンの魔法トラップであれば何でもいいんで、例えばギャラクシーサイクロン、要は、相手の癖が1枚あったらなんかその1回ギャラクシーサイクロンに変えてからギャラサイを使って相手の札を割って展開していけるっていう、そういうこともできるんですよ。だしもちろん、まあ、新しいパックで登場するフォトントライデントとか、あと、まあ、今現状ではあんまりないけど、使えるカード、これから出てくる、いっぱいギャラクシーの魔法トラップあると思うんで、これがすごい強くなりますね、このスキルは。どんどん強くなっていくと思う。はい。というわけで、かなり強いスキルとなっておりますんで、まあ、これ、しかもなんかレベルアップ報酬でもらえるんですよ、このスキル。ここに。これ。優しすぎないか。で、次、シフトアップ。これもね、結構強くて、一旦に一度、自分のフィールド上に光属性モンスターが3体存在する場合、自分のフィールド上の全てのモンスターのレベルが、高い、レベルを持つモンスターと同じになると。だから、使い方としては、例えば、ギャラクシーアイズがいる場合に8にして、
全部8にしてネオギャラクシア味タキオンドラゴンっていうやつ出すとか、あと、まあ、3体並ぶような例えば聖国とかのデッキだと別にあの光属性モンスターがいればいいんで、あの全部レベルがなくてもいいんですよ。あの例えばエクシーズモンスターともいいんですよ。だからエクシーズとなんかあのモンスター2体並んでるときにこのスキル使ってなんかレベル合わせてエクシーズしたりシンクロしたりできるんで、これはねいろんな使い道があると思いますね。シフトアップ非常に強い。で、ドローセンス入るどうでもよくってドローセンスしかもいいね。ナンバーズハント、これはね可能性を感じる面白い可能性を感じるスキルで、自分の4ターン目のメインフェーズ開始時、相手のエクストラデッキのナンバーズモンスターをランダムに1枚消すと、まあ、ナンバーズハンターですか彼は、まあ、ナンバーズハンターって呼んでる人はいないんですけども、ナンバーズハンターと自分で呼んでるん で自分のエクストラデッキに同盟カードを1枚追加しますよと。でその後自分はそのナンバーズの数値かける、30ライフを失うと。これね、例えばですけども、後々ナンバーズ1000とかも出てくるんですよ。ゼアルってナンバーズ1000を加えた、場合ですね、なんと3万ライフを失います。自殺者かな、自殺志願者。まあ結構ねそういうなんか面白いこともできますんで、まあ強いモンスターナンバーズでね強い誰でもが入れてるようなモンスターが出てきたら、それをメタることもできるんでね、はい。まあちょっと4ターン目なんで遅いですけどね、はい。それからナンバーズ、リカバーはこれはまああのユーマくんのスキルでもあったからいいか。でナンバーズルールも、あったからいいですね、はい。で光の化身は、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを1枚追加するよっていうスキルですね、あのデッキにね。多分新パックで来るので、まあ、これは無課金の方とか向けの、まあ、スキルになるかなと思います。まあ、現状はこれしか、ギャラクシーアイズ使う方法はないですけど。さあ、総合評価。総合評価。星5。何にも言うことない。もうただただ、ありがとう。ただただ、コナミ、ありがとう。このキャラクターはね、ぶち壊れてるんでね、よかったらね、ゴリゴリと育成を進めていただければというふうに思っております。以上です。やればできるんじゃないか。見直したぜ。それではまた次の、動画でお会いしましょう。バイバイ。